美人三姉妹、長女の21歳、桐島環奈です。次女の新宮寺さくら20歳です。三女の道徳すみれ19歳です。なんで笑ってんだよ。くだらないですよ。いや、ひどいもんですね。お疲れ様でした。始まってしまえばあっという間でしたね。なんか嬉しいですよね。ジャグリングボールは一度も落としませんでした。お疲れ様でした。決めバカバカ。アラビアのバラ公演無事終わりまして、はい、ありがとうございました。でも遅いね。突っ込んでよ。あ、ごめんなさい。いやですね、無口な人とチーム組んで喋ることになってしまいました。よく話してくれますね。でも新席を迎えて、さくらはね、これからも躍進していきたいと思います。ちょっと感動してうるうるしちゃいましたけど、どうでしたか？はい、ね、こんなに夜遅くに劇場にいるのなんて生まれて初めてです。1000年に一度です。次やるのは1000年後です。え、もうちょっと白髪も混じってきてる。黒い、ほら、掃除よ、ほら、黒い。あ、お嫁さん、お嫁さんですか？楽しかったです。少年レッド嬉しいです。もうめちゃくちゃもう一番乗ってました。お父さんの見すぎたキャラクターもとても気に入りました。もしこういう企画が今度あったら、はい、ね、あ、今度はぜひ楓さんと一緒に歌いたいです。怪人と別荘です。はい、今年の夏これで、海に住むヒラメの役です。これ福田さんは何でしょう？私は何でしょうね。カレーでしょうかね。そういう系ですかね。このエイとかそういう感じかな。王子様とお姫様なんじゃないですか。そうだね。あきゃー、なんだ、今年はいろんな意味で大変でしたけれども、とても楽しい舞台を、次回公演をすることができました。素敵。そんなわけ。なんだこれは。また。あ、来年に。来年に。ああ。どういうことですか、皆様これは。参るわ。もう稽古の量は主役の2人は半端じゃなかったですね。それに触発されて私たちも一生懸命稽古そして、なんとか舞台に行くことができました。でもこうやって千秋楽なんかあんの。まゆみさん、もうかわいいです。どうぞ最後まで喋って。だからもう本当に感謝の一言です。そうね、そうだわ、そうね。どうしてそんな気取ってみれでございます。あれですか、スーパーカー歌謡ショーっていろんなものが売ってるし、どういうのいらないんですか。何言ってんの。あ、今ポンって音がしましたよ。